はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、ここ何回かねローリングスさんばっかりねやりましたんで、今日はウィルソンさんですね、ウィルソンさんの機能スナップアクションについてご紹介しますね。ここですよ、どうぞ。はい、こちらウィルソンさんの内野手モデル、DMAX シリーズのグラブですね。見てください、スナップアクションとありますね。スナップとはパタンパチンと閉まったり閉じたりすることを意味しますね。この構造ですよね。はい、背面部分と手首部分を別々のパーツでレースでつなぐということですね。ですので、よいしょ、グラブの開閉が、ここが関節となってしやすくなるといった機能になりますね。はい、こちら友人のトムさんが送ってきてくれた写真ですが、向こうアメリカの A2000 シリーズですね。はい、こちらにも、スナップアクションが採用されているのが分かりますね。はい、今日はスナップアクションのご紹介でした。それでは皆さん、さようなら。